慎太郎さん、おはようございます。期待やってた。あそこで期待勇気インタビューありますけれども、すげえ強いよね期待本当に強烈だったよ、あの二次予選小田原。しびれるものが、しびれたし、自分の力のなさを痛感したし、もう佐藤慎太郎こんなもんなのかという気持ちがちょっとだけ出ちゃったりとかしてね。あの予選、まあ、ちょっとその三角の上りだったり、まあ、そういうのもあって、いろいろ要所難所がなんかインタビューしてるとみんな茶化してくんね、こっちね。この野郎てめえ、でげずったいしやがって、この野郎飯野さんもね、状態戻ってきそうだし。そうですよね、まあ、はい、まあ、あの二次予選に関して言えば、うん、まあでも自分に力があればね、なんてことないですよ、うん、あの期待がしっかりまくりきって一着になってるわけなんで、はい、まあそのじゃあ前、まあ、いろんなこうイレギュラーの動きがあって足がちょっと削られたのかなと自分では分析してます、うん、最後ねちょっと和田圭さんも離れていたところから最後ギュッと伸びてきて、そうですね、うん、まだあの辺もだからなんていうかね、期待に絶対ちぎれたくないっていう気持ちで追走していってるわけなんで、うん、まあ、そこで必要以上に力を使ってるっていうのもあるかもしれないね、うん、和田圭みたくうまくこう足を、まあ、口が開きつつな、まあ、ちょっと番手3番手の違いもあったんですし、そうだね、だからちょっとあそこで口開くとこ見せたくないっていう気持ちが強すぎるのかもしれないね、うん、俺はね、うん、まあ、その難しさの中一歩一歩、うん、あと慎太郎さん的にその7社結束していた難関勢っていうのはどのように見えておりました？ちょっとこれは動画では言いにくいねいろんな思惑もあるし、うん、SNS 上でもいろんな考え方が交錯して批判合戦になってたし、まあなんていうか、それはでもみんなそれぞれの選手がいろんな思いを自分の中で飲み込んで出した答えであって、うん、それをね、あんなのはねえよとかっていう風にレースが終わってからなっちゃってたから、うん、まあ、レース始まる前に言えばいいのになと思ってみ、まあ、流れてくるからね、そういうのを見てると、はい、これレース始まる、ま、レースがもうコメント出た時点でもう言ってるのかな、うん、終わってからだけなのかな、それともレース始まる前にも言ってるのかな、どうなんだろうなっていうような気持ちにはなりましたね、うん、でもちろん、うん、7人 の, その気持ちもやっぱり選手の方々やっぱり分かるっていうのがすごく、いや当然そうですよ、やっぱり本当にあのコメント出すの並び、簡単な気持ちでそのコメントになってないですからね、はい、簡単にああもういいよっていう感じじゃなくて、うん、自分の中でいろんなことを考えて、うん、その勝ちに対する気持ちだったりとか、うん、これまでの連携実績だったりとか、この先のことだったりとか、いろんなことを考えてその並びに落ち着いてるわけなんで、はい、あんなのは競輪じゃねえみたいな風に言われてしまうと、うん、ちょっとその選手たちが本当に真剣に考えて出した答えというのが、うん、なんか簡単にこう、うん、軽い感じで言われちゃってるのはちょっと寂しかった気はしますね、うん、すごくなんかこう尊重するべきもの、そういうものが込められてるよっていうのは、まあ、言ってることは分かるんだよ、言ってることは分かるし、うん、分かるんだけど、もう自分も現役の選手だったわけだから、うん、その辺は分かってくれて、そういう方々もね、いろんな人たちの意見もあったけど、はい、でもそう、やっぱりこの関係者のやつだけですよ、流れてくるのは、はい、もう見るのはね、うん、ああこういう考えなんだとか、こういう考えもあるよねとか、まあ、どっちの言ってることも分かりますよ、うんうん、まあ、ただ、まあ、どっちの考えも分かるよね、うん、まあ、俺もやっぱりギャンブル公営競技買う時もあるからさ、はい、その買ってる人の気持ちも分かるからね、うん、うん、まあまあ、まあ、その上で言うと、例えば初日特選の、うん、例えば近畿2社、うん、まあ、地元勢というか、うん、その3番手を固めてあげてもみたいなのもちょっとその選択肢の1個にあったりは、今回の京都向こう町の、はい、まあ、そうですね、まあ、脇本の後ろもついたこともあるし、はい、うん、まあ、そういう選択肢もあるのかなと思うけど、うん、まあ、選択肢もあると言ってもほんの数パーセントの確率ですよね、うん、まあ、確率的にはやっぱ3番手というコメントは出せない、うん、出せないというか出しにくいですよね、うんうん、まあ、流れに乗ってってっていう感じかな、うんうん、まあ、同地区の中でもだって3番手とか4番手もあるっていうのはなかなか、うん、その本当妥協じゃないけど、本当我慢してそこを守るっていう、はい、回るっていう場面がね、本当に多いと思うんですよ、うん、3番手4番手回ってくれてる選手たちはですよ、はい、だそういうのを考えると簡単に
一応 SQS 半ってことですからね、田地区の3番手というコメントは出しにくいのかなと、うん、まあ分かんねえ、そのケースバイケースですけど、まあいろんな本当に関係性とか構成が、そうですね、うん、いろいろいろんなことがあるからね、その、はい、これって決まった形じゃないと思うんですよ、うん、だからそういうのはそのレースの中でいろいろ変わっていくもんだと思うんで、まあその辺はしっかりあの臨機応変にやっていかないとは取り残されちゃうよ、はい、その昔の競輪はこうだったとか、うん、あの頃の競輪はこうだったとか、あのよく言われるフレーズではあるんだけど、はい、今の競輪で生き残っていくためには今の競輪に対応していかなくちゃいけないわけだから、うん、昔はこうだったとか、はい、俺の若い頃はこうだったとか、そういうんじゃやっていけないんですよ、うん、今は本当にそれが現実っていうんですね、うん、その辺もしっかりいろんなことを考えた上で選手はいろいろ決断してると思うんで、うん、その中で全力自分の出した答えの中で一着を目指して、まあ、全力で走ってるってことなんで、その辺ファンの皆さんは理解していただけるといいなと思います、はい、だその辺はね、解説者とかそういう人たちの仕事なんだって、だからその伝えて、そうですよ、だからそれをファンの皆さんを煽って、あんなレースはクソだったとか、あんなレースはダメだったとか、そんなことを関係者の皆さんが言ってしまったらダメなんですよ、うん、はい、例えば自分がうどん屋のスタッフでさ、はい、働いてんだよ、うん、俺が社長、前田さんがうどん屋の従業員、はい、この従業員が自分のうどんのところをさ、うん、今日のうどんの出来は悪かった、あんなの客に出すもんじゃねえよとか、出汁、うん、が甘かったよ今日うちのうどん、あんなの客に出してどうすんだよとかって言わないじゃない、うん、そうですね、もうそんなの発信してどうこうじゃないですね、そうだよ、この業界にみんな競輪界にいる一つの会社の中にいるわけじゃない、うん、その解説者の方々も、新聞記者さんもそうだし、選手も施工者も、うん、だからみんなでその店を盛り上げていかなくちゃいけないわけよ、うん、内部からそんなの俺に言ってよ直接ってね、従業員、前田さん従業員だったら、うん、ちょっと佐藤社長は今日出汁甘かったっすよって俺に言ってくれればいいじゃない、うん、それを SNS で皆さんに言う必要ないんだよ、うん、ちょっとそういうところは本当に競輪界の課題という感じが、まあそうですね、うん、まあいろいろあるからね、うん、何とも言えないけど、はい、でもまあ一応トースポとしてはしっかり伝えられるものを伝えていきたいと思いますので、あ、トースポはしっかりやってると思うよ、ありがとうございます、トースポとデイリースポーツはありがとうございます、トースポさんと、はい、デイリーさんと特にね、まあもちろん他の新聞社もやってますけど一部ちょっと過激なことを言う人がいるということですよ、はい、はい、了解いたしました、でもまあまあ、選手はねやっぱりその与えられた番組、うん、そしてルールの中で全力で一着目指すっていうのはこれがまあ、うん、プロとしての使命ですから、はい、そこに集中して頑張りたいと思います、わかりました、ありがとうございます、はい、頑張ってください、ありがとうございます、限界気のせいだよ、二次臨在住物病、頑張ります。